どうもこんにちは、岩井です。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。今回のテーマはライカの JPEG ってやっぱりいいよねっていうお話になります。以前にもですね、JPEG を取り扱ったテーマで動画を出しているんですけども、その時結構反響がありまして、いろいろねコメントいただきましてですね、僕自身大変勉強になりました。普段は JPEG を使うことはないんですけども、この DNG っていうね、まあロー現像ですね、ロー撮影してライトルームクラシックっていうね、画像編集ソフトを使って書き出しているんですけども、今回またちょっと JPEG に立ち返っていろいろ撮ってみたいなと思いました。なので今回は JPEG メインというお話となります。まず、カメラの設定の方なんですが、メインメニュー、こちらの方から入っていただいてですね、記録形式いきます。記録形式で今回は DNG プラス JPEG、 つまりですね、ローで撮ってなおかつ JPEG でも残すというやり方となります。設定ですね。でもね、あくまで今回は JPEG がメインです。はい、でいろいろスナップしてまいりましたので、作例とともにね見ていただきたいなと思っております。場所はですね、横浜、ゴールデンウィークにですね、家族旅行を兼ねて横浜へ行ってまいりました。みなとみらい駅、そちらの方でねアミューズメントパークがあるということで、まあ、うちはね小さい子供がいますので、なんかねそのいろいろ観覧車とかいろいろ乗って遊ぼうかなと思ってたんですけども、まあ、何しろゴールデンウィークすごい人でした。で僕びっくりしたんですけど、横浜みなとみらい駅、ロープウェイができてたんですよね。でロープウェイも乗りたかったんですけど、まあすごい人で、まあ、並んでいたのでもう諦めまして、比較的人がいない場所を探してですね、帆船日本丸、船ですね、こちらの方がもう全然空いててすぐ入れたので、そちらの方行ってきました。まあ子供がねまだ小さいのでね、まあここで十分かなということで、こちらでいろいろ撮ってまいりましたので、作例とともにですね、ご覧いただきたいと思っております。はい、帆船日本丸ということで、船の中に入ってまいりました。今回は JPEG がメインということで、これ見てください、これ JPEG です。もう何もね言うことがないというか、このまま普通に、SNS とかね投稿しても問題がないレベルなんじゃないかなということを改めて思いました。で一応 DNG でも撮っていましたので、そちらを見ていただきますとこんな感じ、ちょっと色味が出ますよね。これは、Lightroom Classic で、自動補正、もう勝手にねそのボタンを押すだけで自動的にこう調整してくれる機能なんですけども、それを、使っただけとなります。少し色味が浮き出てきましたよね。まあこれはこれでいいと思いますけど、で JPEG と、ローのね比較なんかもしてまいりました。こういった感じとなります。どっちがどっちだかあんまり分かりませんよね。僕は JPEG で十分かと思っております。はい、次の作例はこちらです。はい、ロープがくくりつけてありますけども、いかがでしょうか。まずは JPEG の、作例となります。なんか雰囲気出てますよね。ライカの JPEG ってあまりねこう手を加えなくてもいいというか、それはそれでいいというか、JPEG 取って出しのね凄さはもうライカはすごいなと、もう改めて思いました。で一応ローでも撮ってみましたのでこんな感じです。
ライトルームクラシックの自動補正を使っております。こういった感じですね。で JPEG と DNG を比較するとこういった感じ。どうですか。まあこれね、人それぞれですよね。好き、まあ好みによりますよね。はい、次の作例参ります。これは何て言うんですか、ステアリングっていうんですかね、まあ舵取りっていうんですかね、まず見ていただいているのは JPEG 取って出しでございます。いかがですか。これそのまま SNS に投稿してもいいレベルなんじゃないかなと思って、僕は好きですね。はい、続きましてローデータです。ローデータというかね、ロー編集して書き出してみました。ライトルームクラシックの自動補正押しただけということでね、やっぱり少し色味が出ますね、この木な感じ。いいですね。で比較してまいります。こちらです。どっちでもいいという感じですね。はい、どっちも僕好きですね。次がね、分かりやすいんじゃないかなと思うんですけども、これ救命具、救命用具っていうんですか、この浮き輪、これ分かりやすいですよね。これ DNG の方が僕好きですね、基本的に。ここら辺はいいですね。で次、これは船の中ですね。こちらもどうでしょうか。いいんじゃないでしょうかね。雰囲気出てますね、どちらでも。はい、どん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 中に進んでまいります。階段ですね。木の色味、木の色味、どっちが好きですか皆さんは。はい、これもどっちでもいいですよね。で時計を取ってまいりました。でこの次もね、時計かな。こう時計が2つ並んでいます。まあ、若干こう DNG の方がパッと明るくなる感じですね。はい、どんどん行きます。本棚、僕 DNG の方が好きかな、これ。特にね、自分で調整はしてないですよ。これはこれで、いいですね。はい、トランシーバーですね。トランシーバーも DNG の方が、ちょっとね、黒の中の色味が出ていますよね。こういった形も、ここまで来るとね、どっちがどっちか分かんなくなってきました。JPEG、DNG の比較をやっております。こういったね、レトロなね、ダイヤル式の電話、撮ってみました。はい、モノクロいきます。これね、どっちがどっちか分かんないんですよね。僕、編集しててね、思ったんですけども、これどっちでもいいですよね。左が JPEG、右が DNG ということに。もうそうなってくると JPEG でいいんじゃないですか。これ DNG の方が、これもね、どっちかどっちか分かんなくなってきました。すいません。はい、でもね、やっぱ色味は出ますよね、 DNG の方が。という形になります。で僕モノクロで撮るときは、あらかじめカメラの設定をモノクロにして撮ります。これは JPEG だろうが DNG だろうがモノクロにして撮るんですけども、次ね、これ DNG ですね。これカラーですよね。これどういうことかっていうと、DNG の場合は元データとして残るので、ライトルームに取り込んだ時点ではカラーとして残ります。モノクロにしたければここからモノクロ編集をするという形になります。比較するとこういう風ですね。カラーいいですね。でカラーでそのままでよければもうそのまま、でモノクロにしたければここからモノクロ編集という形になります。食べ物を撮っております。もうここまで来るとね、どっちがどっちだか僕分かんなくなってきました。DNG の方がね、やっぱり若干こうサイドがパッとするっていうのかな、明るくなりますよね。はい、
た形ですね。はい、今回の作例は以上となります。もっとねいっぱい撮ったんですけども、これやりだすとキリがないので、まあ、この辺にしておきたいと思いますけども、続きは、まあ、インスタグラムなりねツイッターの方で投稿しようかなと思っておりますので、そちらの方もぜひご覧ください。結論言いますと、やっぱりねライカ JPEG すごいなって思いましたね。まあどっちにするかっていうのは人それぞれですよね。ただ一つ言えるのは、まあ、SNS に上げる程度って言ったらちょっと言葉が悪いんですけども、 SNS に上げるんだったらもうどっちでもいいと思います。ただこれを作品として例えば展示会ですとか、個展とか開くとしたら、やっぱりね DNG ローで撮って、そのローデータをねどう自分でこう編集していくかっていうところになると思うんですけどもね、やっぱり DNG の方が細かい色味の調整ができますので、それはいいと思いますね。まあ、ただ今回は JPEG メインということで、やっぱり JPEG っていいよねっていうね、はい、今回はこういった動画となりました。はい、いいと思っていただけた方、ぜひですねチャンネル登録そしてグッドボタンをねよろしくお願いいたします。はい、今回の動画以上となります。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。